んの場合はレイだからレインになりますよね。ヴィデマンディス・レイン、あなたはレイに尋ねた。でも人名や地名など固有名詞の場合、んをつけなくても許されるの。それは、ヴィ・ディマンディス・レイって通じるってことですか？状況次第ね。この場合、主語がレイで、ヴィが対角という、あなたに尋ねた、レイが、もありそうだけど、それなら、レイ・デマンディス・ヴィンや、ヴィン・デマンディス・レイが普通の表現。だから、ヴィ・デマンディス・レイは、レイに尋ねたと判断される。誤解を避けたいなら、普通名詞を添えるという方法を推奨するわ。例えば、ヴィ・デマンディス・ヴィアン・アミー・コン・レイ、あなたは友人レイに尋ねた。ああ、すみません。友人って表現にはちょっとためらいが。それなら、ヴィ・デマンディス・シニョリーノ・レイ。シニョリーノは女性に対する敬称。男性はシニョーロ。すると、私の名前ってシニョリーノ付きで表現されることが多くなりそうですか？
リって、それに体格がついてリンになったのかな、みたいな。わかりますか？例文を私に置き換えると We demand this Lin Lin に尋ねたって解釈される可能性ありませんか？で、それを回避する方法としては、今教えてもらったように、We demand this 日の輪の輪なのかなって。そういうことね。それなら根本的な解決策もあるわよ。根本的？それを教える前に、あなたの知識を確認させてほしい。いいかしら？では質問。この地域で暮らす人々、その生活の基盤となる言語は？ユリアーモだと思います。そしてこの世界ではユリアーモが他の地域でも第二言語として通用する。それもあって多くの人々は子供に名詞形または形容詞形の名前をつけるの。母音の「お」で終わる名前は名詞形ね。へえ、じゃあ
例えばココとか。そうね。ちなみにココの意味は分かっているの？いや、なんとなく。